クラスノヤルスク鉄道支社は、ロシア鉄道公開株式会社の支社の一つであり、1936年に創設された。ケメロボ州、クラスノヤルスク地方、ハカス共和国、イルクーツク州のロシア鉄道線を管轄する。シベリア鉄道のノボシビルスククラスノヤルスク間は1898年に、クラスノヤルスクイルクーツク間は当時アジア。 最長であったエニセー川の鉄橋が開通後の翌1899年に開通した。1904年1月から1905年10月にかけての日露戦争においてはシベリア鉄道は軍事的に極めて重要な役割を果たした。1926年にはアチンスクアバカンカンの鉄道が建設され、1949年には ノボクズネツクアバカン館の建設が開始された。1960年代には、アチンスクレソシビルスク館、クラスナやソプカキやシャルトゥイリ館などが建設された。1965年には、アバカン、大ェト鉄道の支線であるウヤルサヤン館の支線が完成し、1970年代には、レソトゥイカラブラカの鉄道が建設された。 クラスノヤルスク鉄道局は1936年に設立されたが、1961年には東シベリア鉄道局に編入された。その後、1979年に再度復活した。ありがとうございます。